でまああのそんなことで結構多く変わりましたがそれでえっと問題はこれから先でえっとじゃあ,あ結構大きく変わりましたっていう感じでそうするとあと、えっと、指導はねじゃあこれ。 3年後にこういうことになっちゃうよとか中,中学校からやるかどうか知らないけどまあ高校だとね、えー、3年後にこ,この試験受けなきゃいけないまあ双日の生徒さんはちょっと置いといて、えー、これを受けなきゃならない人を指導するっていうことになった場合授業の組み立てとかいろんなことでどんなことが変わって ってくると思いますか、まあ、い今,が今だってもうすでに私はやってるよっていうのもあると思うんだけどだかど,うどうでしょうねと特にこういうふうにやってないとちょっとまずいよとかこういうことをやってない人がいたらやっぱりや,やった方がいいんじゃないとかねあの先生の指導としてそういう意味では下川さんどうですかあのー、やっっぱり精読大好き先生って 多くてですねそうなるとやっぱりたくさんの英文を読まないで3年まあ高校3年間なり中高6年間なり終わってしまって、うん、でなんか結局その先生が解説したのを聞いててなんか分かった気になっちゃって終わりっていうのがなんか嫌だなと思ったんですけど、うん、まあこの共通テストでまあ いい点数取るにはある程度その速読、うん、多読力がない,と適もないとできないので、うん、その点でこうななんか正確さも大事ですけどあの、うん、より多くの英文を読みましょうっていうのをこう生徒にも他の先生たちにも言ってその教材とかを決め,決めやすくなったというかなんかこう。 大義名分ができたっていうか。<laughs> <laughs> なるほど、なる <laughs> 今,今の点については、ゲーマさん、どうですかはい、私も同意見ですね。やっぱり、精読、うん、薬読って言われるような方法だけでもしもやってらっしゃったら、うん、やっぱり、この量は処理しきれないと思うので、うん、ある程度、量を読む、なんか、全体の言っているメッセージを読み取るとかっていう練習であるとか。 やっぱり音読をして、まあ、リスニングにも関わってきますけど音読を増やすとかっていうような授業をしていかないと対応できない、うんうん、高校3年生からじゃちょっと対応できないんじゃないかなって思いますね、うんまあ、今,今までの、まあ、お勤めになった学校も含めてねで、えー、と私のままよく高校行きますけども、えー、とその声読派がまだ多数派ですかね。はい 高校は特にそうなんじゃななないいかなっていう印象を受けますなるほど。えー、都立が都立高校に限らないけど、どうですかね。あの、うちは半,あの半分、いや、正,正確に言わなくてもいいですよ <laughs> <laughs> 語弊があるからね、これ。多くはね、なんかその、結構、その、なんだろう、ち中学から高校に、中高一貫に来られた先生とかがいらっしゃる。うん インタラクティブでコミュニカティブな授業を目指している先生が結構いらっしゃるので、永続、うんまあ、派は多分派っていうかまあ 3,、うん、3割くらいですかね、多分そんな言うと、まあまあ、誰がそれに入るかとか、<laughs> そういうのはあの考える人はあんまりいないと思うけど、<laughs> なるほどだけどやっぱり。 まだ生徒がまあいますねということですか、うんで。だけど今ふと気づいて、えー、とお,お二人とも中学校でも教える高校でも教えるわけですね。そうですだからあの多分その何ん,んでしょうか中学校だけしかやってない人が高校行くと随分なんか違うねとか、うん、逆にね高校をずっとやってた人が例えば私立なんかだと、うん、あの来年は君に中学校やってもらうよとか,なんかいうことになって。 で始めるとなんか高校の雰囲気でやってたら全然生徒ついてこないとかまあそういうのはよくあるんだけどあの今ちょっと下川さんおっしゃったようなあの中学からこう上がりで何ていうか高校へ指導するっていう人の発想っていうのはねあの必ずしも生読とかじゃないわけでしょ。だけどずっと高校やってる方ってやっぱり生読でずっと来ちゃうともう。 あんまりなかなかかあちょっとなんか私の知ってる中だとまあ音読を全くしないっていう先生はほとんどいなくて経、はあ、読一辺倒薬読一辺倒っていう人は私は実は今まで出会ったことがないので、うん、えとそこは少しやっぱり音読を入れなきゃいけないっていうのが根付いてきてるというか<あ>広まってるのかなと思うんですけど、うん、その回数っていうところで。うん やっぱり教科書の一部を1回だけ音読しておしまいとかっていう授業は何度か見たことがあるので、うん、なんか中学の授業をやってるとやっぱりずっと後半はいっぱい音読をしてとかっていう授業は多いかなと思うんですけど、うん、高校になるとやっぱりまあ解説の量がどうしても増えてしまうっていうのはあるんですけど、うん、音読の回数はぐっと減るっていう印象ですね。うんうん でも今の話だと、一辺倒ではなくてっていうのは、あのそこに音読が変わる人もいるっていうそ、そこで一辺倒じゃなくなるっていうことだよね。ごく一部に音読が入る人も出てきましたねっていう、そういう話であって、いっぺん、なんかごそっと違うものが入ってきたっていうのではないと。ちょっと割合が減ったぐらいなものです、ね。 ちょ,いおあのちょい音読派とゼロ音読派がいるみたいなそういう感じだけどあのまあ都立一般的にいったら分かんないけどや,やっぱり生徒が多いんですかね。都立ですかうんまあ都立がということじゃないけど多分あのまあいろんな人と話し合ったりするでしょその。そうですねなんかやっぱりそのうちはそのさ 時もあのいたんですけど中中学もあるので、あんまりその要素は薄いかなと思うんですけど、やっぱ高校、都立高校だと、例えば、まあ、長文の読解、高3とかでやるときに全文を説明しないと、手<あ><う>を染まない。じゃないと、多分生徒わからないって思ってらっしゃって、あのこう は結構感じいいしるなるほどね。そうするとやっぱりそういう人だと、えっと、今度の新テストの方向に舵を切られもう切っちゃったんだけどやっぱり受験対策とかそういうのも,もうきついかねその,そのままだと。そうですねなんかその結局説明しなきゃいけないから音読の時間取れないんだよねみたいなこう。 なんかやっぱり優先順位が説明大切なので、うんうん、なんかいやそうじゃなくてってこう言うのも先輩にあまり言えないしなるほど。<laughs>